はい、じゃあよろしくお願いします。今回は中1の1章、教科書1章の内容のテスト対策動画をやっていきます。で、今映ってるこの6問の計算問題、今回やっていきますので、ぜひ一回ここで動画を止めていただいて、この問題チャレンジしてみてください。で、やってもらってちょっと不安だったり、できないなって、わかんないなっていうのがあれば、今からね、自分が普通にこれ全部解いていきますので、確認してもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。では計算ですね。で、この1章、まあ、中学校入って最初のテストになるので、まあ、計算が主に多くなるんですけど、まあ、こういう難しいのもだんだん入っていきます。で、ここを取るかどうかで結構差がつけれるところになります。でもその分計算ミスも多くなるので、まあ、その辺確認していってください。では1番です。これのポイントは足し算と掛け算が入っていること、これをどっちからやるか。これは足し算掛け算は掛け算が先です。つまり5×-2、まあプラスまで引いても構わないんですけど、まあプラスまで引いちゃいましょうか。これどっちでもいいです。つまりプラス5×-2を先にやってください。で、掛け算はプラスとマイナス、符号が違うものですね。掛けた場合はマイナスなので、-5×10イコールですね。で、7をそのまま持ってきます。ちょっと隙間が空きましたけど、赤の部分がマイナス10なので、7-10とつながりますね。で、7-10をあとやってもらえればマイナス3となって、これで終了です。どんどんいきますよ。で、次です。次のポイントは、まあ、引き算と掛け算があるんですが、それよりもまず括弧です。掛け算よりも括弧が先です。計算は括弧の方が先だから、2-7をやります。で、2-7をやるとマイナス5で、一応括弧をつけておきましょう。で、上のやつそのまま持ってくるとこうなる。そうするとさっきと似てますね。今度引き算と掛け算が残ってる、これも掛け算が先です。つまりマイナス3×-5まで引いちゃいましょう。で、ここはマイナス同士なのでプラスに変わります。で、3515だからプラス15。で、5を持ってくると5+15になるので、答え20と。これで終了です。大事なことは計算の順序です。どれからやるかっていうところが大事で、次は括弧の中の計算はないんですけど、これですね、肩にくっついてる数字、指数です。指の数、指数が出てくる。で、この時は引き算、掛け算とかではなくて、指数を先に計算します。指数ね。で、指数のポイントは、まずこっちからちょっといきますよ、ここ。括弧の外に2乗があります。括弧-3の2乗。括弧の外に2乗がある時は、括弧を丸ごと2個かけてね、という意味になります。こうやって。括弧-3を2個かける。だから、これプラス9です。こいつは。こいつプラス9。一応カッコつけておきましょう。で、これはですね、-2の2乗なんですけど、カッコがついてません。これは2を2つかけてねという意味なんで、 2×2 なんです。こいつはね、この部分だよ、ここ 2×2、 つまり4ですよね。で、それにマイナスがくっついてるから -4 なんです、こいつ。で、残り下ろしていきましょう、17で、ここ掛け算がいるから掛けるですね。こうなる。そうすると指数がなくなりました。で、さっきと同じように引き算と掛け算だけ残っているので、先にやるのは掛け算です。つまり、-4 かけるプラス9をやりましょう。で、符号が違う。マイナスとプラスだから答えはマイナス。で、-36だから、-36。17下ろしていきます。これちょっと数がでかくなった時、計算ね、間違えないように気をつけてください。17-36、これをやるとマイナス19、これで終了となります。まあ本編の方でもやってる内容になりますが、計算の順序っていうのは基本的にね、覚えてほしいのはまず指数からいきます。こいつ指数が一番優先です。で、次に括弧の中です。この 2-7 みたいな、この括弧の中計算できるならそこをやる。で、次に掛け算割り算です。乗法ってやつです。掛け算割り算で、最後に足し算引き算です。
家宝、原宝ですね。この順番覚えておきましょう。で、次。で、次は指数が2個ありますね。だから指数倒していきましょう。まずこっち。マイナス3の3乗。で、カッコがくっついてるから、あれと一緒で、これ下タブ幅、あるかな？いけるかな？こいつは、カッコマイナス3を3つかけてねって言ってます。こういうこと。で、もちろん一気に計算しても構わないんですが、ちょっと不安な方は一個一個やってください。マイナス3かけるマイナス3。ここが、プラス9です。で、プラス9とマイナス3かけると、これ、マイナス27になります。まあ、一番最初になるんでね、カッコつけなくてもいいと思うんですが、途中ではないんでね。で、次にこいつ、5の2乗です。で、これも、これと一緒。これがセットね。5が2つあるって意味。つまり、5、5、25。それにマイナスがいるよってことだから、まあ、他も書きながらいこうか。10-25 とこうなります。で、カッコの中が先なので、マイナス27引く、10引く25はマイナス15です。で、マイナスカッコマイナスになったら、これ符号、トントンと両方変えます。プラスにね。つまり、マイナス27プラス15と一緒です、これは。プラス15。一応変えておこうか。マイナス27プラス15。で、ちょ、ごめん。下がちょっと危ういんで、右に行きます。これ計算するとマイナス12と、これで終了です。で、次です。で、まずまた指数がね、いるので指数からいきましょう。で、これもこいつと同じ仲間ですね。こういう風に考えて4が2個です。つまり獅子16、それにマイナスがくっついてるからマイナス16で引く。まあ、本当はね、一応ずつ書いた方がいいのかもしんないけど、テストの時時間もったいないんで、まあ、指数やったし、じゃあ次カッコやっちゃおうかな、みたいな。指数の次、カッコだからね。で、カッコの中が、マイナス4-17です。で、マイナス同士だからね。マイナスとマイナスをこう足してるってイメージになってくれれば、マイナス21です、これ。ここね、マイナス4-17はマイナス21。で、こうなったら、引き算と、割り算がいるので、こっちが先です。で、ここは、まあ、順番どっちでもいいんだけど、先にこっからやっちゃうかな。マイナス21割る3です。そうすると、ここマイナスまで書いておいて、これ計算すると、マイナス7です。これプラス隠れてるからね。つまり、カッコマイナス7としておきましょう。で、さっきと一緒、マイナスマイナスにな、マイナスカッコマイナスになったから、プラスプラスに変えちゃって、つまりマイナス16プラス7で、これ計算すればマイナス9と、これで終了となります。では最後です。で、最後はですね、ちょっと計算の順序ではなくって、まあ、全部割り算なんですよね。で、これは何がちょっとめんどくさいかっていうと、分数と小数が一緒に出てきてる、割り算の中に。で、そしたら基本的には全部分数に直しましょう。いい？小数を、あ、ごめん、分数を小数に直すんではなくって、小数を分数に直していきます。で、これなぜかっていうと、小数っていうのは分数に絶対直せます。直せるんですけど、分数は小数に直すときに割り切れないのが出てきます。1.666666 みたいな、一生6だよみたいな。で、そうすると計算できなくなっちゃうので、必ず分数に直すと。で、0.6、 これ分数にどう直すかっていうと、小数点が一番右から1個ずれてますよね。 0.6 っていう、1個ずれてるときは下が10分のです。で、ここに6って数字があるから、これ10分の6です。まあ、マイナスもつきますけどね。で、 0.05 みたいな、右から2個ずれてるときは100分のになります。で、基本的には、この範囲のテストだったら、10分のか100分のだけです。1000分のを出す先生はまだ見たことがないので、いいかな。だからこれは100分の5ね。0.12 だったら2個ずれる。だから100分の12って直してください。分数に直すときね。で、そう考えると、まあ、全部分数に、まあ、こっちね、なりましたと。
で、一個ずつやっても構わないんですが、全部掛け算とか全部割り算の時は一気に計算する方が個人的には好きです。これ俺の好みね。だから合わなかったら別に違うやり方でも構わないんだけど、どういうことかっていうと、今全部一気に計算すると考えた時にマイナスが1、2、3個あります。マイナス3つ、まあ、掛け算でも割り算でもした場合マイナスが3つ、奇数だから答えもマイナスです。で、これやるときにこのマイナスちっちゃく書きすぎると最後忘れる可能性があるんで、ちょっと目立つように書いてください。みんなテストの時とかね、焦っちゃうからさ。で、長い棒を書きます。これ分数の棒です。で、最初の5分の2は何も変えずにその5分の2といきます。で、かけるかける、割り算の後ろの分数はひっくり返すことで計算ができる。まあ、小学校でやったね、ひっくり返す。だから6分の10です。もちろん先にここで約分しても構わないんだけど、まあ、一応このままいきましょう。で、これも割るの後ろの分数だからひっくり返します。かける8分の9。で、こいつらのマイナスいいんですかって思うかもしれないんですが、マイナスを3つ使ってマイナスを作ったのでもう無視でいいんです。上の符号はもう使ったからちゃんとね。で、一気に書き出して、で、あとは約分。ここ丁寧にいきましょう。約、まあどっからでもいいけどね。5でやって1と2。ちょ、自分ね、あんま1書かないんでね、最近。最近で、ここ約分すると1と3。で、やると3と1で、こう。で、このね、長い棒、まぁ、ちょっと今ちっちゃく書いちゃってるんだけど、やるとき、テストのときとかも、ちょっとテスト、あ、問題用紙の広いとこに書くといいです、これ。すごい狭いとこにちっちゃく書くと、こうね、ちっちゃく書きすぎて、自分の約分の数字が見えなくて忘れることがあります。例えば、今は4と3しか残ってないから、これ答え、マイナス忘れずにね、マイナス4分の3で、これで終了なんです。これで OK なんですけど、例えば、約分いっぱい頑張ったと。で、ここに2が残ってたんだけど、気づかなくってちっちゃくて。で、マイナス、あ、4と3だから4分の3、×みたいな。食らう可能性が出てきます。もし2が残ってたら8分の3ですよね。マイナス。で、それって一生懸命頑張ってやり方も合ってるのに、すごいもったいないミスになります。で、こういう難しい計算ってちょっと配点が高かったりするの。3点から4点みたいなね。で、それを落とすのって非常にもったいないので、こういう、まあ、長い棒を使う計算をするときとか、めんどくさい、ちょっと難しめの計算するときは、大きく使ってください。細かいとこに書くんじゃなくて、問題集相手とかいっぱいあるからさ、裏とか使ってもいいわけだし。いいかな？そういうもったいないミス、気をつけてね、やっていってください。では、今回は中学校1年生の1章のテスト対策、動画をやらせていただきました。今回もね、最後までご視聴いただきありがとうございました。では、引き続きね、まず1章のこの動画撮っていきますので、もしよかったら次回の方も見てみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。